お久しぶりの黒子軍団。Hey, me and Kevin たち、コインもゲットできましたか？Cool, okay! こんな仕掛けの引っかかるマリオはほっといて、さっさとこの場をずらかります。めっちゃ踏みつけてくれやん、こいつ。おお。意識を取り戻して、なんとコインを取られてしまった。黒子を追いかけて取り戻そう。いや、そもそも俺そんなにお金持ってなかったよな。コインゼロになっちゃってるけど、今、キノキロコで買い物とかしてたから、その80枚くらいしかお金持ってなかったよね。ちなみにこれは何回でもやることができると。で、今回は黒子に踏みつけられないと。で、黒子の仲間たちがどっかの影に隠れてんだよな。その影に隠れてる連中を、と戦闘したら、追い詰められたメスターキロコ、絶体絶命のピンチ。なんちゃって、このプチボムがあればノープロブレム。このプチボムはボス戦でも使うんだよな、確か。そんなに驚くことがね、マリオ。はい、と、まあ逃げてくけど、このマップのどっかに確かいるよね。この裏？あれ、このマップいないか。おーおお、1、2、3、まだ3匹いるね。だから右じゃなくてこっち行って、はい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 、黒子。あれ、このマップいなかったっけ。で、ボム兵、初戦闘じゃないか、ボム兵。いや、黒子の仲間を、まあ、あのパチーズ倒すとフラワーセットか何かもらえたような記憶があるんだけど、マップのちょっと分かりにくい場所に隠れてるみたいな感じだったと思うんだけど、このマップにいねえな。まあ、ちょっとぐるぐる回れば自然にどっかで戦闘になるかなとは思うんだけど、まあその間にザコも何体か倒して、あー、今のミスったのか。ジードの攻撃ちょっと分かりにくいんだよな。まあ成功してるのかどうか。いや、マロ、これ成功してもこんなもんか。これはクリティカルだな。まあ音で分かるけど、その音もちょっと分かりにくい部分があるから注意が必要と。コイン2倍はまあするか。まあ、たまには外れ1回ぐらい引いておきたいじゃん。当たっちゃったけど、あの真っ黒クロスケ何者なのか気になるよね。あ、いたいた、おいっす。で、こいつを倒すことで、いや、数多いな。まあ、そもそもこのパチエルってお金結構持ってるキャラクターだからさ、まあ、確実に倒してお金を稼いでおきたいところではあるよな。逃げそう。まあ、5体のうち3体ぐらい倒してるから、あー、なんか触れないか。 G のレベルアップ、今回のパート初レベルアップじゃないか。おやびん、盗まれたコインを持っていなかったが、フラワーカプセルを置いていったと。で、こういう時に使ってやるのがいい。もう相手ブランまあまあパンパンだからな。もう2体、ああ、こいついたら。ちょっと分かりにくいけど、ジャンピング台の下に隠れて、ああ、これミスった。ミスってるし、クリティカルもミスってるし、攻撃自体もミスってるっていうこの悲しさな。これミスるときって何なんだろうね。そのダメージがそもそも入んないタイプのミスって、おお、黒子さっそうと出てってたけどよ。で、おやびん、なんでフラワーカプセルもらって、あともう一体いるはずだから。で、今ハニーシロップ手に入れたことによってまたアイテム欄を圧迫してるっていう悪循環だよな。で、もう一体どっかに、あ、いるね。ほいと。で、MP の最大値を3増やして、またミスってる。このミスになるとき、何判定でミスになるのかよくわからないよな。そもそもミスになるときは、なんとなくだけど、攻撃が、会心の一撃出るタイミングでボタンを押したとしても、反映されてない気がする。押してるんだけどな、なんかボタンを押してるんだけど、そもそもがミスの時はボタンを押しても何も反映されないみたいな、なんかそういう仕様なのかな。エコヤビーン。で、
ってフラワーカプセルを3つ入手したことによって最大値が増えるね。いやもうアイテムなんほんとパンパンだな。ヨッシーのクッキー戦闘で使ってみるのもありだよね。で黒子がどこに行ったかもう分かんないから追いかけてってこっち行ったりしてなさそうだな。どっからさスター手に入んなかったっけここのダンジョン。全然黒子見つかんねえ。こっち側戻ったりはしてなさそう。反対側から回ってみるか。反対側から回ればどっかのタイミングで黒子に遭遇みたいなことはなんか情けだな。ちょっと先行ってみるか。もしかしたらこっち側の方にもうすでに黒子が、あ、いねえ。ドカチチ、マリオさん助けに来てくれたなんか実は困ってたとこなんだ。先にも進めねえし後ろには怪物、プチポムでもありゃこう崩せるんだけどなんでか一つも置いてねえんだ。誰かが持ってったんだろうか。黒子だよそれ。だからどっちにしろ黒子をとっ捕まえない限りは意味がないっていうことだよね。まあまずは黒子だわ。あーちょマグミットお前変なところにいるな。背景と同化してるせいで判断しにくいんだよな。ラッキー。ボム兵ってさ爆発するよね。爆発するタイプのキャラだから爆弾岩と同じだからある程度高いダメージを与えられるマリオでぶん殴った方がいいと思う。でコイン2倍、経験値2倍全然出てこないけどコイン2倍がよく出てくるよね。またドローか。まあドローだとコインの枚数が増えないと。おお来た来た来た。これで黒子戦、はいはい黒子戦になった。Gのビームしか覚えてねえからな。どうしてもできないわ。うい。で、黒子の弱点は、もうこいつだって相場は決まってるんだよな。うい。これ、タスだったらどれぐらい連打できるのかすごい気になるところなんだけど、24しかダメージ入んなかったな。ちょっと電撃使ってみるか。電撃の方がダメージ食らわねえじゃん。ガードしてもまあまあ痛いダメージ。何考えてるので、ちょっとこいつの頭とか残り HP とかを把握しておきたい。あー失敗した。554か、まあまあ高いな。まあしゃあないじゃしゃあないかもしんないけど、あーでもマリオがそこそこいいダメージ与えてくれてるから割とすぐか。来た、これ来たんじゃない。ミオなんて2枚目なんでしょう。2枚目っていう表現に時代を感じるよな。でマロまあまあ痛いダメージ。でマロはこれ回復入れてもいいかもしれないな。ユーたちのアイテムをいただきます。返してほしければミオを倒すことです。最悪だよ。今ちょっとオタマドリンク使いたかったんだけどな。まあ黒子風情だったらまあアイテムなくてもどうにかなるっちゃなるか。まあ一応回復はマロがセルフで入れられるから。でモンスターアタック、モンスターをぶつけてくる攻撃、オッケーナイスミス。うい。まあ言うてあと4ターンぐらいで倒せるだろう。会心の位置が決まり続ければ。マロ何気に初攻撃か今回の戦闘。痛えなダメージ。うい。そろそろくたばる頃合いじゃないか。クー、今回もミーの負けです。約束です、アイテム返してやります。アリオスアミーゴ。クロコってもうこれで最後だっけ。まだこの後何か出てきたっけ。こいつちょい役として出てきたような気もするけど、コインを取り返したついでにプチポムも手に入れたと。さあこれでさっきのドカチチのところに行ってやれば、はいはいはい、プチポム手に入れたぜ。おプチポム探してきてくれたのか。これ使えばこの先へ行けるようになるんだ。危ねえから下がってろやと。こっから先はトロッコの線路辿っていけば一番奥まで行けるだ。うん、星か、星もこの奥にあるって。さあ一緒に。そうか、マリオさんの足手まといになるといかんか。じゃあダイナのことをよろしく頼むだと。本当にありがとうよマリオさん。じゃあオラは母ちゃんに知らせてくるからなと。でここのどっかに星あるよね。
スターがあって、スターを手に入れて、あ、やっちゃった。なんか敵を逃げた方がいいか。あ、逃げるの失敗してるけど。ここの、これスターじゃなかったっけ？はい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 。まあ、スターだってことを知ってるからの采配だよね。敵。うい。うい。オッケーオッケー。バッチリでしょ。で、これでパワーも上げていって、で、マロもレベルが上がって、パワーを上げていって、いい感じだね。で、ここにトロッコがあって、ここどこだったっけな？あの奥に進むと、ペパット線だったかな。こっちそもそも道、おお、こうなってんのね。兵法が動かしてんのかよ、これ。ああ、で、カエルコイン。兵法、とんずらしやがった。で、下にはもう戻れなくなったのかな、今ので。これ、降りると、あ、いけないもんね。どっから上上がったらいいんだ。これでこっちはいけるようになってるし、どっちからでもいけんのかな。こっちから登ってもいけるし、まあどっちから行ってもいいみたいな感じよな。お好みでっていうやつだな、いわゆる。セルフサービス的な感じよね。はいはい。で、上の登りたいんだけど、ボブルがいい感じに邪魔してきやがった。なんか G のさ、次、技覚えるの、なんだ、G のウェーブか。G のウェーブがなかなかチートな技なんだよな。あれがあると、ほんとにいろいろはかどるわ。これ、マロ、くたば、大丈夫か。そっか、レベル上がって HP 全回復してんのかな。このゲーム、まあ、今更だけどそういう仕様だったか。いや、それはまあありがたいっちゃありがたいよね。特にマロは打たれ弱いキャラの代表みたいな部分あるから。うえい。んで、これでとどめと。楽勝だよな。なんか悪魔女とドラキュラを燃やすよね、その合体したコウモリってさ。まあ、こいつはドラキュラみたいな、おぞましい見た目にはなんないけどよ。ボム兵がすごい、回避しにくい。俺、G のフィンガーって、どのタイミングで弾補充してんのか謎だよな。G のの体内に、5、60発弾を内蔵してんのか。で、ボム兵の自爆がそんなに痛いダメージじゃなかった。もっとメガンテ的な感じで、こっち、HP が瀕死になるぐらいのダメージ与えてくるのかなと思ったけど、そうでもなかった。はいはい、コイン。なんか10枚以上入手してんな。15枚ぐらい今反応してなかった。今だと一気にコイン増えたろ。402まで増えてる。でもうボス戦近いだろうから、一回 HP 回復しておきたいな。これ G のレベル8まであといくつだ。次で、あと29か。ボス戦前に G のウェーブ覚えたかったけど、いけるか。並んでやがるけどよ。めちゃくちゃ並んでんじゃん。いや、でも、スルーしたい。ダメか、当たるか。今のはボム兵が、4人並んでたから、4体出てきてんのか。それともたまたま今4体出てきたのか、どっちなんだろうな。うい。いや、G の会心の時期本当にやりにくいよね。まあ一旦切るな。一旦切れできれば相当気持ちいいんだろうけど。で、あいつらはスルーと。あー、でキノコで全回復して、で、セーブもして。さあ、いざ、ペパット戦。ちょっとレベルが心もとない気もするけど、大丈夫かな。で、フラワーカプセルで、魔法の最大値も上げて、状態としては今一番いい状態で。構えてるね。あのプチボム投げてるの。そうだよね。で、スターピースが見えるね。うわぁ、いるわ。ボム兵も、心なしか不穏な動きしてるもんな。楽しそうに投げてるわ。これ戦闘なるかな、この位置。なんないか。ああ、触れちゃった。
ウヒョ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 、わてが爆弾作りで有名なペパットです。爆弾作りの名人ペパット、聞いたことがないな。これから有名になるでげすよ。有名になるために上京してきたでげす。ここ都なの、都会なのとかって言って、そして爆弾をばらまいてるでげすよ。アンさんたちを倒せば有名になるでげす。というなめくさった考えをお持ちのようで、とりあえずスーパージャンプ。いや、俺今ちょっと自分でもびっくりしたんだけど、27回ぐらい成功したよな。で、こいつジャンプ効かないタイプの敵なんだ。いや、そういう意味でちょっと西宮のびっくりだよ。いや、なんでこんな今スムーズにスーパージャンプできたんだ。守備ピンシューズだっけ、装備してればこいつに今ダメージ取ってたんだよな。もったいねえ。いや、でもペパットってあれか、画面横揺れとかしてないからなのか、スーパージャンプすげえやりやすかったような気するわ。まあ腕が横に揺れてるけど、体そこまで、あ、体も一応縦に揺れてるか。いや、多分今までの人生において、生きでげすな皆さん、生きでげす。いや、今までの自己最高ベストだと思う、今の28回って。ちょっと希望が見えてきたよな。なんかジャンプスカーフだっけ、ジャンプスカーフみたいなのあったと思うんだけど、それが30回以上だっけ。なんかそれは取れそうな気すんな。まあ、できることならスーパージャンプはもう欲しいっちゃ欲しいけどさ。いや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 、いや、まさか。いや、当時その初めてプレイした時の方が圧倒的に若くて体力もあったのにさ、ちょっと今となってまさかこんなにできるとは思わなんだ。え、なかなかやるでげすな。それではレベルアップっていくでげすよ。あー、で、ボム兵徐々に大きくなってくんだよな、こいつな。一回回復入れるか。まあ、幸いあれだよな、そのペパットはあの攻撃を単体攻撃しかしてこないから、そこはまあ良心的。じゃあ良心的か。だからマロはとりあえず回復要因だよね。あー、待て、アイテム使っちゃうか。ちょっとアイテム欄圧迫してるっつうのもあるから、オタマドリンクで全員回復入れて、で当たりも出して、でガードしてもまあまあ痛いからなこいつ。もう察しのいい視聴者だったら分かってるかもしんないけど、こいつダメージ食らえば食らうほど、強力なボム兵を出してくれる。むむむ、まさかここまでやるとは思わなかったでげすよ。こうなれば奥の手を使うでげす。と、まあまあでかいビッグボム出してきてるけど、別にビッグボム倒さなくてもいいんだよな。勝手にとつってきて爆発するから、もうひたすらペパットに攻撃与えれば OK だったはず。はいはい、 OKOK。 ウッキー、まさか奥の手が効かないとは、動揺が隠しきれないでギス。あれだけは使いたくはなかったが仕方ないでギス。切り札を使うでギス。まあ、奥の手も切り札も同じ意味じゃないからみたいなことをマロが突っ込むんだよな。奥の手も切り札も同じじゃないのかな。そんなことはどうでもいいでげす。あれは未完成なんでげす。できれば使いたくなかったでげすよ。使えばどうなるか予想がつかないでげす。だったら使わなければいいんじゃないか。無言のうなずき。そうはいかないでげす。わてにはプライドがあるでげすよ。もう後には引けないでげす。勝負でげす。おかしいです。
まあこいつのもうボス戦は終了してて、これ完全にただのイベントを流し見してるような感じな。どうして落ちてこないでいいですか。クギ、ただ大変ですよマリオさん。こんな大きなボムが爆発したら僕らみんなぶっ飛んじゃいますよ。金田一少年の事件簿のさ、なんだっけな、あったようなそういう事件、なんか上から降ってきたものに潰されて死ぬみたいなさ、なんかそれを思い出した。さすがにこれは厳しいね。とにかく早くここを出ましょう。あいっ動き出したぞ。わあ、さあもうこれで黒焦げパンゾーみたいになっちゃうから。何だったんでしょうあいつは。まあとりあえず勝ったということで。しかし閉じ込められたダイナといい、スターピースといい、一体どこに。スターピースは目の前にあるぜ。これマロの頭に、お、避けたと思ったらあるんだなこれが。さあマリオさん早く。3つ目のスターピースもいただいて、おお、浄化作用があるのかなスターピースには。まあちなみにこの後のスターピースイベントは、なスターピース手に入れるっていう瞬間に敵に奪われたりとか、まあ、そういうのがあるんだよな。まあちょっとネタバレだけど、まあもう今更もうネタバレどうこうよ言ってちゃ元も子もねえかもしんねえけどな、かなり重要なネタバレの部分とかも言ったりしてるからね。まあ4個目のスターピースは普通に手に入るか。さあ行く。4個目のスターピースはあれなんだよな、容量の都合でボス戦とか何もなく普通に簡単に入手できるみたいな、そんな感じじゃなかったかな。で平和な BGM に戻って、ここでダイナマイトたち、ダイナがなんか言ってたけどセリフを見逃してしまったと。これ背中にマイト背負ってるのかな。よいしょよいしょ、ねねトラック押しの選手だって。ガラガラみたいに持ってるもんな。注意書きがあります、読みますかと。読むぜ。トロッコ操作注意、 A ボタンか Y ボタンでブレーキ、 B ボタンがジャンプ、キノコを取って X で加速と。まあ安全第一、ドゥカティ炭鉱組合と。わい、トロッコだトロッコだ、喜んでるなクソガキ。うい、まあキノコで、X ボタンでキノコ使ってダッシュできるんだけど、ダッシュするとそのレールからはみ出る可能性あって、レールからはみ出たらちょっとそれ自体がロスだから、あんまりこの画面ではキノコ使わない方がいいのかもしんない。うえ、ほらこういう風にね、こういう風にオーバーするから、こういうそのヘアピンカーブみたいなところではキノコは使わずに、そのままだって黙ってた方がいいよねっていう話で、ここのタイムアタック、まあ左に時計出てると思うんだけど、時計というかタイム出てると思うんだけど、別にこれは取っても飛んなくてもどっちでも、取っても飛んなくてもじゃなくて、そんなにあれだったような気する。何分以内にクリアしたからといってフラワーカプセルとかそういうのがもらえるみたいなサービスはなかったはず。まあだからある程度、まあ、ゆるゆるとやって大丈夫なんじゃないか。まあお金とかねそういうのもらえるから。まあ何回か巡るのはいいのかもしんないけど、この画面はもうひたすらあれだよな、ブレーキかける必要がないから、もうキノコでゴリ押しな感じだよね。ここ頑張れば2分切るぐらいでクリアできたような気もするんだけど、まあ、そのタイムでクリアしたとしてもそこまでうまみがないからな。このあとだっけな、なんかすげえ入り組んだ場所あって、入り組んだ方に行っちゃうとすげえ時間かかるんだよな。今の左に行ったら相当時間かかったやつだと思う。キノコはいっぱいあるんだけど、でここショートカットかな。はい、でショートカット、あーやっちゃった。ショートカット通って、あーやめてほしいこういうの。うい、
キノコが一気に数少なくなってしまったな。今のダメか。意外と判定シビア。ここもシビア。いやもう落下しまくりだな。今ブレーキかけてたじゃん。今のもダメか。2分5秒。これパス動画とかだったらどんなもんなんだろうな。多分1分20秒くらいでクリアしてんだろうな。あーでコインが全然取れてない。なんならキノコも取れてない。いいね。あー素通り。今のキノコの素通り痛いな。でもうすぐゴールじゃなかったかな。キノコも何もねえから、ただただのっそりと動いてるのを見守ることしかできない。あの子たちどうしてるかね。早く帰ってきてほしいよ。母ちゃん落ち着けや。子供らのことはマリオさんによくお願いしてきたから、マリオさんが帰ってくるのを待ってろって。でもね、なんだか今すぐにでもあの子たちが帰ってきそうな気がするんだよ。いや5名塔だよこれ。フラグだよな。空から降ってくるんだぜ。おいおい落ち着けって。空飛んでくるわけでもねえんだから、そんなにすぐ戻るわけねえって。いや空飛んできてるんだよな。あ落ち着いた。ただいま。ギャグ漫画的な展開だよね。うわーこりゃぶったまげた。本当に飛んで帰ってきたよ。あんたたち怪我はねえか。どっこも痛くねえか。あーよかったよ。マイトは大丈夫かい。平気平気。マイトは強い子だもんね。面白かったよねマイト。背中に背負ってるけどちょっと分かりにくいよね。だーだー。おーよしよしマイトや怖かったら、おーよしよしと。ダイナ勝手に山行くんじゃねって母ちゃんいつも言ってたの。もしものことがあったらどうすんだ。ガチギレ。おい落ち着けて母ちゃん。今日はあんまり怒んねえでやれや。それにもまだマリオさんにお礼も言ってねえじゃねえか。ヒステリックだからな、どこの世界も母親っていうのは。ああそうだったね。マリオさん本当にありがとうね。感謝してるよ。うんやね。穴開いた。なんだ全然構わねえってな父ちゃん。あんなもんならあっという間に直せるってよ。工事は俺たちに任しとけってな。もしおめんちがぶっ壊れたらよ、すぐに修理してやっからいつでも行ってくれや。それにしても無事に子供らが帰ってきたのはあんたのおかげだ。ありがとうよマリオさん。まあめでたしめでたしと。ダイナとマイトが見つかってスターピースも見つかった。ところでピーチは今頃どこに。ブッキータワーに幽閉されてるぜ。おそらく、まあ、次のパートでブッキータワー行けるとは思うけど。ダイナったらすっかりマリオさんのことが気に入ったみたいだ。トロッコ面白かった。もっと乗りたい乗りたい。オラたちにできることでもあったらいつでも言ってくれや。コーチはオラたちに任しとけってな。やれ直したらいつもみてえにまた山行って働いてっからよ。いつでも遊びに来いや。おお、ブッカー来た。ブッカー一号。おい、カブトムシくん、逃げるな、待ってくれ。ブッキー様の家で遊ばないか。その通り、無駄な抵抗をやめて降りてこい。ブッキー様と仲良しになるべきだ。そういうことだ。すぐに降りてくるべきだ。ブッカー3号だけは、ちょっとエビスバラ的な感じのキャラなんだよな。マリオにすげえ懐いてる。いやいや見つけたぞ。このカブトムシはブッキー様にプレゼントされるところのものなのだぞ。その通り、無駄な抵抗をやめてカブトムシを我々に起こすべきだ。そういうことだ。もし渡さないとブッキータワーに来ても遊んであげないぞ。そもそもブッキー様はカブトムシが大大大好き。しかし今は忙しいのだ。その通り。それから空から娘さんが降ってきたから一緒に遊んであげてるのだ。その空から娘さんが降ってきたっていうのがこれピーチな。だから我々がブッキー様の代わりにカブトムシを捕まえるべきなのだ。さあ渡せ。我々に起こすべきだ。ちょうだい。いやいやまた飛んだぞ。逃げちゃうぞ。追いかけるべきだ。このボンクラ三兄弟。でこいつなんだっけ。ピカピカ石うんぬんのやつだっけ。いらっしゃいまして、ここはお店屋さんでしゅ。ピカピカ石はいかがでしか。はいはいくださいなと。500円ぐらいするよね。ピカピカ石は花火と交換しましょう。また道場。花火買うのに500円ぐらいお金かかったんじゃないかな。ここでその花火買うかどうかの選択肢でラストのエンディングの時の花火の数がちょっと違ったような気がするな。
あんた聞いたかい、あの変わり者のブッキーさんとこに空から娘さんが落ちてきたんだと、それがどっかのお姫様みたいに綺麗な人でブッキーったら大喜びなんだとさ。アンリー、まあ娘さんが降ってくるとは変わったこともあるもんだね。もしかしてそれがピーチ姫だったりして、いやまさにその通りなんだよね。そんなことあるわけねってかい、そうだね、ザハハハ。いや合ってるんだよな。私はねマリオが来た時からね、ああこれはもう大丈夫だって思ってたのさ。子供らが無事でよかったね。あんたの探してる PGM も早く見つかるといいね。ああもう行けるようになってるね。 GO って書いてるし、矢印、木の矢印に。どうだい見てくれ、この穴はよ、うちの母ちゃんが掘ったんだ。トロッコ乗り場に近道なんだ。俺たちのトロッコ乗ってみねえか。名付けてドゥカティマウンテン、かっこええだろ。ここから落っこちればすぐにトロッコに乗れるんだ。料金はたったの10コイン。最高記録は、2分28秒61、さっきの俺の記録だね。どうだいトロッコ乗ってみっか。いや別にいいやん、じゃあまた来いよと。これ新記録樹立してもただの自己満だからな、何ももらえなかったっす。でこいつらにクッパ気取りしてんの。ドゥカティマウンテン最高記録は今のとこ2分28秒61だ。また遊んでみてくれや。疲れたらうちの宿でゆっくり休んでってくれやって言ってるけど、ただ宿できないよね。お金取るよねこいつ。汚いわ、せっかくブラビト救ってやったのに。父ちゃんも母ちゃんも子供はトロッコに乗るなって言うんだ。早く大きくなりたいな。まあ自然に大きくなるから、その辺は気にするほどのことでもないぜ。これなんだっけ、いらないアイテム引き取ります。キノコやシロップなどをポイントに変えて100ポイントごとに素敵なアイテムをプレゼントします。プレゼントは下の3つの中からお好きなものが選べます。フライパンゲットできなかったっけ。1、敵一体を恐怖にするビビリ玉、これ違うやつか。敵全体に火の攻撃をする火炎玉、敵全体に氷の攻撃をする氷玉、どれもなかなか手に入らない貴重なものばかりです。まあ威力はまあまあ高いけど、そこまでそのキノコとか売ってまでゲットするほどのアイテムではないと思う。聞いてくれや、うちの父ちゃんったら宿屋の父ちゃんと二人で商売始めるんだってよ。あたいの掘った近道に看板出してドゥカティマウンテンだってさ。男どもは何考えてんだかね。ところでさ、あんたいらないアイテムないかい。道具屋じゃねえからコインにはならないけど、その分のポイントを貯めといてやるんだ。100ポイントになったらプレゼント交換だ。アイテムって100ポイントで何がもらえるかはそこの張り紙を見てくれや。0ポイント。あまあぶっちゃけた話、キノコいっぱいあるから、あポイント、はい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 、2つぐらいいらないよな。4ポイント。ハニーシロップも、あ、精水高いな。精水非売品だっけ。ケロケロポイント、あ、ケロケロドリンク40ポイントは分かる。レッドヨシエキスも非売品だから50ポイントすんのか。リフレッシュジュース結局1回も使ってないよね。ハニーシロップも何個ある。7個もあんの。3つぐらい引き取ってもいいよな。で16ポイント、いやもういいですって感じだよね。そして多分100ポイントを貯まることはないと思う。マリオも父ちゃんのトロッコに乗ってあげてね。んーで、まあ他の村人たちにもちゃんと話しかけて、いろいろと情報は聞いておきたいとこだよね。こいつの知性、そっかこれか。トロッコ面白かった、もっと乗りたい、うんぬん。俺たちにできることでもあったらいつでも言ってくれよ、うんぬん。屋根工事の話しかしねえよね、こいつ。ダイナだったらすっかりマリオさんのことが気に入ったみたいだと。で、宿屋は宿屋なんか一文字かったからイベント。お父様のトロッコ乗った、私は子供だからダメなんだって、ちまんないと。こいつは、ようブッキーって知ってるか、知ってるぜ。隣にあるブッキータワーってとこに住んでるやつなんだけどよ、そいつは相当な変わり者だってよ。まあ、ブッキータワー隣にあるっていうけど、一回伊賀田に経由していかないといけないんだよな。こいつ花火くれるやつだっけ。僕お腹すいたな、カルボクッキー食べたいな。カルボクッキーな、カルボクッキーの入手方法どうだったか覚えてねえな。アイテム屋に、あ、こいつ、こいつあれか、さっきの定めうんぬん言ってたやつか。オース炭鉱の中で珍しいもの掘り当てたぜ。掘り出し物屋オープンだぜ。こんなものがあるぜ。ラッキージュエル、ラッキーでお客さんもっとラッキーになれるぜ。100個円は買うわ。これ全部買って最後に入手できるのがフライパンだったような気がするな。今あるものはこれでおしまい。ラッキージュエル、まあラッキーの宝石、戦闘中に使うと必ず、ラッキーが出せると。だから経験値2倍とかやりたい人は
まあ、使いまくればいいと思うぜ。すっごいなマリオって、ダイナちゃんを山から助けたってみんなすごいなって言ってるよ、ありがとう。ブッキータワーの扉は普通の力じゃ開かねえらしいよ、よほどの力持ちじゃないと無理だ。まあ、これクッパが仲間になるフラグな。いらっしゃい、みんなあんたのおかげで助かったって評判だよマリオ。うん、何にするかね。武器は変わってないね。まあ、つうことでここにも用はねえから、時間もいい頃合いになってるだろうから、今回はここでちょっとセーブして、あ、曲ができないって悩んでてよ、結局うちに止まんねえでケロケロコに行っちまったんだ。今ちょっとセリフ飛ばしちゃったけど、多分ドゥカティブルースのあれかキノコフスキーかな、の話してるよね。全く困ったお客だったよ。んで、あんたは、まあいいか、今お金あるからせっかくだから止まって、まあ、これでドゥカティブルースできるようになるから、まあ、イカ谷に行くのもいいし、ケロケロコに行ってイベント進めるのもどっちでもいいよね。つうことで、時間もいい頃合いだから、今回はセーブして、この辺で、終えることにしようかな。いいね、星3つ。全体の、まあ、半分も行ってないから 40% ぐらいは進んだかな、それでも。ってことで、終えるぜ。次回に続く。